gentlemen, boys and girls, it's time for three awesome groups to unite. Introducing Omo Girls!Bye-bye!
気持ちをぶつけたいと思います。ZEP 東京に至るまでの話をさせていただきたいと思います。はい、私たち仮面女子、この ZEP 東京というワンマンライブの目標に向かって半年以上前から準備をして、この一日に全てをかけて命を燃やしてきました。この
ZEP 東京ワンマンというステージは私たちにとってはとても大きな挑戦であって、箱の箱を決めたのもメンバーで決めたんですけど、正直私たちには手の届かないような、こんな地下アイドルにはまだまだ夢の世界だなって思っていました。実際やっぱりチケットを売るのもすごく厳しくて、全然1000枚に届かない日々が続いて、この2700人というキャパシティは私たちにはやっぱり届かない世界なのかなってすごく辛い思いをしました。メンバー同士でもいろんないろんな話し合いを続けていって、どうしたらみんなに楽しんでもらえる日になるんだろう、そればっかりを考えてきました。時には喧嘩をすることもあったし、意見が全く合わなかったり、意識の違いから辛い思いをぶつけ合ったり、焦りから逃げ出したくなったりすることもありました。でもそんな時、やっぱりこのステージに立たせてくださったのはたくさんのスタッフさんやファンの皆さんの応援があったからです。そしてメンバー同士でもいっぱいいっぱい喧嘩をしながらも、この目標 ZEP 東京ワンマンの夢に向かって一つになりました。一つになってからはもう本当にこのワンマンを成功させることしか考えられなくて、この一日が私たちの生きがいになりました。今日こうして無事にステージを終えることができて本当に本当に幸せです。私たち仮面女子はまだまだ地下アイドルですし、まだ日のとこ届くところに立つのは早いかもしれません。でもメンバー全員絶対にこの地下から光を浴びてやるんだという、そんな強い思いで、これからもどんなに周りが厳しくても、どんな風が向かってこようとも、メンバー全員ね、これから前に前に突き進んでいきたいと思います。次の ZEP 東京ワンマンライブが決まったということで、みんなで前だけを見て、絶対にこの会場を2700人ソールドアウトしてみせます。これからも仮面女子の応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はみんな ZEP 東京仮面女子ワンマンライブお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。Shut up!